はい、こんにちは。3月の20日、何曜日？水曜日だ。水曜日ですね。はい。朝のお散歩です。ただいまの時刻はちょうど9時ぐらいです。で、本日、祝日ですね。はい。ほら、何してんの？で、春分の日なんですけども、春の日。ものすごいいい天気で、さらに、なんつうんですかね、春の季語とでも言いますか、強風がない。無風です。いやー、今日、多分、サーフィンとかしたら気持ちいいんだろうな。この時期の海は、ね、綺麗だし、で、波もあるし、まあ、風波だったり、春はね、潮の満ち引きが大きいんで、それだけでも波立っちゃうことがあったりするんですよね。あ、でも風あるか。まあでもそんなビュンビュンじゃないんでね、全然これぐらい大したことないです。おー、じゃん。本日の父ちゃんですが、昨日から結構ハードなんですけど、昨日取材、3日間取材した内容のページを今作ってる最中なんですが、夜ね、もう目の焦点合わなくなっちゃって疲れてたっていうのもあるし、ちょっと早めに寝て、で夜暗いうちに起きて、ピースケはずっと寝てたけど、はい、で作業して、今あと残り1ページぐらいかな、もうちょっと頑張ってやれればいいかなと思っております。はい。いやー、本当今日気持ちいいな。なんかお弁当持ってピクニックみたいな、海行ったり河川敷行ったりとかでお弁当食べながらワンコと遊んだりしたら楽しいんだろうな。例えば昨日か昨日、おとといだ。ちょっと気に入ってた女性が一人いたんですけど、一刀両断されましたね。おかしいなぁ。まあ、しょうがないですね。ちょっと家もね、微妙に遠かったんで、まあ。まあ、残念と言うしかないですかね。はい。まあでもね、他にもまだ候補はいるので、そちらにこうちょっと集中すればいいかなと思っております。はい。あら、黄色の綺麗な花だね、ピースケ君。あ、建物と建物の間はなんかもう風強えな、やっぱり。乾燥しちゃってますけど、お財布
を持ってきたはいいけど、どうしようかな。お昼ご飯どうしようかな。朝ごはんは食べないですけど、お昼ご飯食ってもいいのかな。食べ物が多分何もない。あ、あるか。厚揚げがあるか。まあ、厚揚げでも、厚揚げしかない。厚揚げとサラダしかないか。あ、うんちか。うんちですね。はい。じゃあ今日のお散歩動画はこれで終わりますね。また明日。